竹爪仁志君、はい、国民民主党新緑風会の竹爪仁志です。鈴木大臣、斉藤大臣、どうぞよろしくお願いいたします。まずガソリンへの補助金、激変緩和措置は本年4月末でやめるのでありましょうか。担当大臣にお願いします。斉藤経済産業大臣。燃料油価格の激変緩和事業につきましては、これまでも常に出口のことを考えながら国民生活や経済活動に与える影響を勘案しつつ対応してきたところでございます。本事業につきましては本年4月末まで措置を講ずることとしており、その後の対応につきましては現時点で何かが決まっているということはございません。いずれにいたしましても出口も見据えた形で国際情勢、経済やエネルギーをめぐる諸情勢等も踏まえながら柔軟かつ機動的に対応していきたいと考えています。併せて出口を見据える観点からも突発的なエネルギー価格高騰への対応力、これを強化していくべく省エネ型の経済社会構造への転換を図っていきたいと考えています。竹爪君。はい、足元でもですね、ガソリンは下がっていないという状況であります。このガソリン代の負担軽減、多くの国民あるいは企業から要望が出ていますので、ぜひ企業家計が厳しくなるということを想定してご対応いただきたいと思います。鈴木財務大臣がですね、これまでの記者会見等で国民民主党が提唱するトリガー条項凍結解除をするとですね、発動前の買い控え、あるいは終了前の駆け込み需要などの現場が混乱するということをおっしゃっております。でこの補助金をやめるときは現場は混乱しないんでしょうか。鈴木財務大臣。駆け込み等の現場の混乱につきましては、一昨年4月の、国民民主党、それから公明党、自民党、三党協議の取りまとめ文書というのがございまして、その取りまとめ文書の中に、トリガー条項の発動終了時に大幅な価格変動が生じ、発動前の買い控え、終了前の駆け込み、それに伴う配送の乱れや品不足といった流通や販売の現場に与える影響が大きい、それから過去に暫定税率が失効した際には、買い控えやその反動による流通や販売の現場における大幅な混乱が生じたところであると、その三党間の担当者の間で、そうした認識が共有をされたものと承知をしているところでございます。そして私といたしましても、これらと同じ認識を述べたものであります。その上で、一般論になりますけれども、補助金の場合には、買い控え等による流通の混乱が起きないように、市場動向も踏まえながら、この補助率等を柔軟かつ機動的に設定できるために、ご懸念のような混乱を抑制できると、そのように考えているところであります。竹爪君。今のちょっとご答弁は私、納得できないんですが、トリガー条項もですね、今日決めて明日発動するわけじゃないんですよね。前もって分かってる、解除するのも分かってるわけですから、補助金は混乱しないけど、トリガー条項は混乱するっていうのは、ちょっと納得できないご回答でありました。電気・ガスの補助金、この電気・ガスの激変緩和対策、これは4月末で、4月分でやめるんでありましょうか。斉藤経済産業大臣。電気・ガスの激変緩和措置につきましては、昨年11月に決定されました総合経済対策におきまして、2024年春まで継続することとされており、具体的には国際的な燃料価格の動向等を見極めつつですね、現在の措置を本年4月末まで講じ、5月は支援の幅を縮小することとしていますが、その後の対応については現時点では決まっておりません。竹爪君。はい、5月の時は縮小するということですから、少なくとも4月から5月にかけては、電気料金、ガス料金は上昇すると、そういった認識でよろしいでしょうか。斉藤経産大臣。電気やガスの料金は、もう委員、詳しいと思いますが、基本料金と使用量に応じた重量料金等からなっております。例えば
燃料費調整制度などにより燃料価格の変動が反映されるものもあります。で、5月使用分の料金は激変緩和対策による支援の縮小が予定されていることは事実でありますが、まあ、具体的な負担額は、まあ、使用量ですとか今後の燃料価格等により決まっていくものであるため、予断をもってどっちだというふうに、まあ、確定的にお答えすることは困難かなというのを思っています。竹詰君。はい、資料をお配りしました。この大手電力会社の電気料金の平均単価の推移でございます。この旧電力会社大手10社のですね、電気料金の推移から、電気料金の上昇は燃料費の上昇とフィット、その再エネ賦課金が要因であるということでよろしいでしょうか。資源エネルギー庁久米隆事業部長。お答え申し上げます。一般に再エネ賦課金や燃料費が増加すれば電気料金の上昇要因となるものと承知しておりますが、電気料金はそれだけでなく、さまざまな費用を総合的に勘案して設定されるものでございます。その上で、昨年6月の規制料金の改定について申し上げれば、ロシアによるウクライナ侵略等による世界的な燃料価格の高騰や為替の影響により LNG や石炭等の輸入価格が高騰したことが主な要因と承知しております。竹詰君。はい、資料にですね、このまま読んでいただければよかったんですけれども、1994年と比べると、いわゆるその電気料金の本体と言っていいと思うんですけれども、本体は 33% 低下してるんです。ただ、燃料費と再エネ賦課金の導入によって、2010年度と比べると 65% 電気代が上がってるという、これがこれ私の資料じゃなくて、経産省の資料でありますので、これを説明していただきたかったと思います。で、この再エネ賦課金については資料の2ページ、ごめんなさい、資料の2番でございますけれども、この再エネ賦課金の負担、今後も増えるんでしょうか。斉藤経産大臣。再エネ賦課金は再エネ拡大のための費用について、再エネ賦課金単価に電気使用量を乗じた額を電気利用者の皆様に広くご負担をいただくものであります。再エネ賦課金単価については、再エネ特措法に基づきまして、年度の開始前に経済産業大臣が再エネ特措法で定められた算定方法により設定をするということされています。で、具体的には再エネ特措法上、再エネ電気の買取費用から、再エネ電気を卸電力市場に売電した場合に得られる収入、これを除いた額をですね、電力販売電力量で割って得られた額を基礎に定めることとされています。委員ご案内のとおりだと思います。で、この今後のですね、再エネ賦課金については正確に見通すことは困難ではありますが、2012年度のフィット制度開始当初に認定を受けた相対的に高い価格、32円から40円キロワットアワーですが、での事業用太陽光発電の買取期間が2032年度以降、順次終了をしていくということになりますので、再エネ賦課金の総額は2032年度頃にピークとなって、その後、減少に転じる蓋然性が高いと考えています。はい、竹詰君。はい、ご回答ありがとうございました。この資料の2はですね、2024年がまだ出てないんですけど、これは去年の例でいきますと、あと2週間ぐらいすると、この単価が分かるということになると思うんですけども、今、大臣おっしゃっていただいたように、2022年、12年のフィットの当初は高い単価で買い取りしてますので、それを20年固定価格ということですから、私はですね、2032年までは、この再エネ賦課金の負担は増えていかざるを得ないと考えております。次の燃料費の上昇、これを抑えるにはどうしたらよろしいんでしょうか。斉藤経済産業大臣。大変重要なご指摘だと思いますが、四方を海に囲まれて、資源の大部分を海外に依存せざるを得ない我が国ではですね、燃料費の上昇を抑えるためには、化石燃料の輸入価格が下がるか、輸入量が減るか、そういうことが重要です。で、価格につきましては、世界的な景気の見通しや為替の影響などを受け、市場で決まるものであります。で、その上で例えば、原油につきましては、IEA や主要消費国と連携をして、産油国に対して、生産国、消費国双方の対話連携の重要性を指摘しながら、世界の原油市場の安定化を働きかけてきているところであります。LNG につきましても、昨年 IEA と共催した LNG 3首相会議や、本年2月の
IEA 閣僚理事会においてガスセキュリティの重要性を確認するなど、天然ガス LNG 市場の安定化に向けて取り組んでいるところであります。また量につきましては、危機に強いエネルギー需給構造を構築するために、徹底した省エネの推進に加えて、再エネや原子力などの脱炭素電源への転換を推進をして、化石燃料への過度な依存から脱却することとしており、中長期的には輸入量が減少していくのではないかと見込んでいます。竹詰君。はい、量が減ればですね、もちろんその燃料費かからなくなるわけです。ここはちょっと難しくてですね、資料の3をご覧ください。これ日本の LNG の長期契約がこれ減少しているという、これ資料なんですけれども、一般的にですね、その海外から調達するときは長期的にかつ大量に買った方が、相手国もありますから安く買えるんですね。ですから量が減ることもいいんですけど、でも量を減らすとですね、長期かつ大量には買えなくなるっていう、そういった矛盾が生じますので、ここが非常に難しいところだと思っています。したがってこの再エネ賦課金が増えて、でこの燃料費抑制するのが難しいとなると電気料金が上がってしまうということなんですけど、この認識もう一度大臣お願いします。斉藤経産大臣。再エネ賦課金の単価ですとか燃料費の動向、これは正確にですね、見通していくことは難しいんですけど、ご指摘のように一般に再エネ賦課金や燃料費が増加すれば電気料金の上昇要因となることは間違いないのではないかと思います。竹詰君。はい、次にですね、資料の4に移っていただいて、第3弾のシステム改革のですね、検証についてお伺いします。この時期に電力システム改革の検証を行うんでありましょうか。資源エネルギー庁久米隆事業部長。お答え申し上げます。2015年に成立した改正電気事業法には検証規定が置かれており、小売全面自由化前および2020年4月の送配電部門の法的分離前に加えて、送配電部門の法的分離から5年以内、すなわち2025年3月までに検証を行うこととされております。このためこれまでの一連の電力システム改革について昨年12月に検証を開始しており、2025年3月までに取りまとめるべく必要な議論を進めることとしております。竹詰君。はい、2025年の来年の3月までに検証を行うというふうに今お答えいただきました。でこれまでのですね、電力システム改革の成果、大臣はどのようにご認識されていますでしょうか。斉藤経産大臣。これまでの電力システム改革は、一つは安定供給の確保、そして二つ目は電気料金の最大限の抑制、そして3つ目は事業化の選択肢や事業者の事業機会の拡大、こういった3つの目的を実現するために取り組んでまいりました。でその結果として、災害など不測の事態が発生した場合にも全国大での迅速かつ円滑な電力の融通や復旧が行われる、広域的な電力供給システムが構築をされたこと、また小売全面自由化以降、家庭向け自由料金が規制料金よりも安価な水準で推移をしてきた実績があること、また多くの事業者が小売電気事業に参入をして、再エネに特化したメニューなど、需要化の選択肢が拡大したことなど、一定の成果が出ているというふうに認識をしています。一方で、電源投資、これにつきましては、再生可能エネルギーの導入が急速に進む中で、脱炭素の流れと相まって、火力発電所の休廃止が進行し、新設も停滞をしています。原子力発電所の再稼働の遅れもあり、供給力が低下する懸念があること、これが課題であると思っています。これまでの一連の電力システム改革につきましては、包括的な検証を進めているところであり、先ほどご指摘したように、2025年3月までに取りまとめをしていただきと考えています。竹詰君。はい、先日のですね、資源エネルギー調査会で、参考人の方がですね、この電力システム改革は失敗だったと、そういった参考人が述べられているんですけれども、こうしたご指摘に対して、大臣、どのようなご認識でしょうか。斉藤経産大臣。先ほども申し上げたんですけど、電力システム改革につきましては、成果だけでなくて、供給力の低下に関する懸念など、課題もあると認識しています。でこのため、昨年12月から開始をしております、
電力システム改革の検証におきましては、まず有識者実務家の方から電力システムを取り巻く現状をよくお聞きをして、電力システムへの影響や効果を精査をするとともに、直面している課題、これも整理した上で、今後の制度の在り方を取りまとめていきたいと考えています。竹詰君、はい、資料のですね、5番に移っていただきたいと思うんですけれども、この2016年の4月に、家庭用の電気など低圧まで、小売全面自由化開始したんですが、この目的、改めて教えてください。資源エネルギー庁、久米隆事業部長。お答え申し上げます。小売全面自由化前は、ご家庭等の低圧部門の需要家の方々は、その地域の大手電力会社から電力を購入する以外に選択肢がございませんでしたが、特に東日本大震災以降、電力会社や料金メニューを選びたいという声が高まりました。このため、多様な事業者の参入を可能にすることで、小売市場における競争を通じ、電気事業の効率化を図ること、家庭向けの料金設定を自由化することで、再エネに特化したメニューなど、自由化の選択肢や事業者の事業機会を拡大することなどを目的といたしまして、2016年に小売全面自由化を実施したところでございます。竹詰君、はい、この資料の5にですね、この小売全面自由化によって、約8兆円の電力市場が開放されるという言葉なんですね。で、この結果、合計18兆円の新しい市場が生まれて、こうした競争が始まるという、ある意味、夢のような話が書いてあるわけですけれども、この小売全面自由化から間もなく8年経つんですが、その目的、達成していると思っていらっしゃいますか、大臣にお伺いします。斉藤経産大臣。小売電力事業への参入の全面自由化以降ですね、まず小売電気事業者の登録数、これは700社を超えまして、再エネに特化したメニューが提供されるなど、需要化の選択肢、これは拡大しています。で、また家庭向け自由料金が、規制料金よりも安価な水準で推移してきた、そういう実績もありますから、小売全面自由化の目的を一定程度達成できているのではないかと考えます。で、一方で、小売料金の全面自由化につきましては、全国のいずれの地域においても、有力で独立した競争者がまだ不十分であって、高いシェアを持つ旧一般電気事業者が、不当な料金値上げ等を行える状態から、事業化を保護するための経過措置である規制料金の解除には至っておりません。もう委員ご案内のとおりだと思います。で、このため、内外無差別で安定的な電力取引を実現する仕組み、これの構築や、魅力的で安定的な料金、サービス等の選択を可能とする事業競争環境の整備などに取り組んでいるところであります。こうした取り組みが、小売電気事業の健全な競争を促進できているか、こういった点についても、電力システム改革の検証の中で、しっかりと精査をしていきたいと考えています。竹詰君、はい、今、大臣からですね、自由料金、自由化して電気料金下がった時もあったというふうに私、解釈したんですけれども、ちょっともう一度ですね、この全面自由化にして電気料金下がったのかどうか、もう一度教えてください。久米隆事業部長。お答え申し上げます。電気料金はさまざまな費用を総合的に勘案して設定されるものであり、その増減の要因もさまざまでございます。小売全面自由化以降について申し上げれば、しばらく大きな変動はなかったものの、直近ではロシアによるウクライナ侵略等による世界的な燃料価格の高騰や、為替の影響により、LNG や石炭等の輸入価格が高騰したことで、電気料金が上昇したと承知をしております。一方で、ただいま大臣から答弁させていただきましたように、家庭向け自由料金が規制料金よりも安価な水準で推移してきた実績も踏まえますと、電力システム改革の目的の一つである電気料金の最大限の抑制については、一定の成果が出てきているというふうに認識してございます。竹詰君、はい、ではですね、一定の成果出てたら、ぜひこういうふうにやってもらいたいという話を次いたします。資料の6、経過措置料金の、ということなんですけれども、今から自由化からですね、この8年経つんですけれども、いまだにですね、この規制料金、残しているのは、これ、なぜですか。斉藤経産大臣。この規制料金の解除基準、これにつきましては、
電力ガス取引監視等委員会の審議会において検討を行った結果ですね、競争状態が不十分なままに高いシェアを持つ旧一般電気事業者が不当な料金値上げ等を行える状態を防ぐために、一つは消費者における電力自由化の認知度から、二つ目はシェア 5% 以上の有力で独立した競争者が区域内に2社以上存在するか、で3つ目はですね、電力調達の条件が大手電力小売部門と新電力との間で公平であるか、こういう3点からですね、この解除基準は総合的に判断すべきであるというふうにされているところで、その上でですね、こうした基準に照らしてみますと、電力ガス取引監視等委員会において、定期的に供給区域ごとに競争評価をまあ行っているわけでありますが、2023年6月に公表した直近の確認結果におきましても、新電力等に切り替える消費者はもちろん増加傾向にはあるんですが、規制料金の解除の基準をすべて満たす供給区域は出ていない状況というふうに承知をしています。竹詰君、はい、うまくいっているというふうに私はお答えだったんですけど、それでもこの規制料金を解除しないというのはよくわからないんですが、この法律で決めたですね、氷全面自由化をしていないということは、これ、法令違反じゃないですか、どうでしょうか。斉藤経産大臣。小売電気事業への参入につきましては、電気事業法の規定に従って、2016年4月に全面自由化をされています。他方、委員ご指摘のとおり、いまだ経過措置料金が残っています。これは、小売全面自由化を盛り込んだ電気事業法改正法の付則におきまして、小売電気事業への参入の全面自由化後も、高いシェアを持つ旧一般電気事業者が不当な料金値上げ等を行える状態から需要化を保護するために、経過措置として経済産業大臣が指定した供給区域において、規制料金を存続させることが法律上規定されていることに基づくものでありますので、法令違反に当たるものではないというふうに承知をしています。竹詰君。はい、資料7もですね、もう今、大臣からお答えいただきましたので、7、8まで行きたいんですけれども、この解除要件の中にありますですね、この、国民の自由化に対する理解度ということなんですけれども、このいまだにですね、この認知はしてるけれども、理解してるっていう人は、少ないんですよね。こうした理解度の向上に向けた努力を、されているんでしょうか、お尋ねいたします。斉藤経産大臣。電力自由化の認知度等に関する、アンケート調査というのがありまして、これによればですね、約9割の消費者が自由化を認知しているという結果になっていると承知しています。また実際に規制料金からスイッチングした割合というのは、継続的に増加をしておりまして、今、4割超となっています。で、その上で大手電力会社のほか、ガスや通信といった電力以外の業界から参入した事業者や、新たに電力の小売を始めた事業者など、多様な事業者からさまざまな料金メニューが提供される中、消費者にとって分かりやすい情報提供、これをしていくことは重要だと思っています。で、そのため政府としても小売電気事業者等に求められる説明義務について、その具体的な内容をガイドラインにおいて明確化したり、消費者の電力自由化への理解度の向上やさまざまなメニューが提供されていることをですね、周知するため、電気料金の仕組みや料金メニューの一例を紹介するホームページを開設する、そういった取り組みを行っています。引き続き消費者のニーズを踏まえた情報提供に取り組んでまいりたいと考えています。竹詰君。はい、もう8年も経っているんですけどね、もう理解度 30% に満たないっていう状況なんですよ。で、私はその理解度を向上する努力が十分でないと、私は考えております。で、もう一つの要件であります、この 5% のシェアを占める新電力が、複数社いないと規制料金を解除しないということなんですけど、この 5% っていう根拠は何でしょうか。電力ガス取引監視等委員会事務局長、新川達也君。お答え申し上げます。電力ガス取引監視等委員会の公開の有識者会議において、
競争圧力が十分働くことによって、旧一般電気事業者に対して値上げが牽制されるような市場構造となっている必要があることから、有力で独立した競争者の存在が規制料金解除の一要件とされております。具体的には、有力な競争者の条件について、独禁法上の企業結合審査における有力な競争者を論じる際の目安であるシェア 10% 程度を参考とすること、設備投資等を行わず顧客の推進を受け入れる余力があるといった小売電気事業の特性を踏まえると、10% より小さいシェアであっても牽制力を有する可能性があること、こういった点を踏まえまして、規制料金の解除条件としまして、シェアが 5% 程度以上の事業者が複数存在することが一つの目安として示されたものでございます。竹爪君。全くあの 5% という数字は出てきませんので、全く私は理解できませんでした。で、この新電力のシェアを増やすことが、国民にとってメリットになるんでしょうか。斉藤経済産業大臣。まあ、あのこれまでですね、1社の大手電力会社に販売が独占をされていた地域、こういった地域におきまして、まあ、新電力には限らないんですが、他の独立した競争者が参入をして、小売市場における競争が促される、まあ、そういったことで、電気事業の効率化、あるいは料金メニューの多様化によって、需要化の選択肢が拡大するなど、消費者にとってのメリットにつながっていくと、まあ、考えています。竹爪君。答弁がやっぱ矛盾するんですよね。よければ、まあ、私はですね、この3割もまだ規制料金残ってるんですよ。ですので、いいんだったら、これ、とっとと取っ払って、自由化したらいいんじゃないかと思うんですね。で、これが自由化できないっていうことであれば、やっぱそれは問題だというふうに思いますんで、この、いつですね、この規制料金解除、その 目標とか、それを定めてるんですか。斉藤経済産業大臣。まあ、結論を言うといつというのは申し上げにくいんですけど、競争状態がですね、まあ、不十分な状況で規制料金を解除した場合には、まあ、高いシェアを持つ旧一般電気事業者が不当な料金値上げ等、これを行える状態を妨げなくなる、まあ、その料金値上げ等を行える状態を妨げなくなる懸念があります。このため、規制料金の解除につきましては、その時期ありきではなくて、競争状況を踏まえて判断することが重要かなと思っています。具体的には、規制料金解除に向けた競争状況を判断するため、まあ、有識者による審議会で3つの基準を整理をしています。先ほどご説明させていただいたとおりです。で、この基準に照らし、審議会において定期的に競争状況の確認を行っているわけでありますが、まあ、現在に至るまで規制料金の解除の基準を満たす供給区域は出ていないというのが現状でありますので、ご理解いただければなというふうに思います。竹爪君。はい、全面自由化と言いながらですね、全面自由化してないんですよね。だからここに矛盾がある。で、そのいつやるかっていうのも分からなくて、まあ、ここにですね、その電力会社もあるいは新電力もこう足踏みをしてしまうわけですから、これはしっかりその検証をしていただきたいと思います。次にですね、賃上げについてお伺いします。この業種や企業の規模に問わず、まあ、継続的構造的な賃上げが必要であると、そういった認識、大臣よろしいでしょうか。斉藤経済産業大臣。まあ、これ一般論になってしまいますが、足元の日本経済は、まあ、100兆円規模に達しつつある国内投資、また 3.5% を超える賃上げなど、双方において30年ぶりの高水準を示しておりまして、着実な上向きの潮目の変化が見られます。足元の変化の兆しを確実なものとし、コストカット型経済から投資も賃金も物価もですね、伸びる成長型経済へ転換するためには、ご指摘のとおり、事業者の業種や規模にかかわらず、継続的構造的な賃上げを行うこと、これが必要ではないかと考えています。竹爪君。1年前のですね、予算委員会でもお尋ねしたんですけれども、この2023春闘、前回の春闘でですね、大幅な30年ぶりの賃上げ、平均で 3.58% ということだったんですが、その大手電力会社はですね、7社が賃上げゼロ、で一番よくて3000円ということだったんですけれども、こういった状況、大臣、どのようにご認識されますか。斉藤経済産業大臣。
まあ、ご指摘のとおりですね、2023年の春闘におきましては、大手電力会社10社中、7社において賃上げが行われなかったものと承知をしています。まあ、各社の賃金は労使交渉を踏まえ決まるものであるため、一概にその要因を申し上げることは困難であると思いますが、ただし、賃上げを行わなかった事業者においてはですね、経営環境が厳しいことを踏まえて、労使交渉を行った旨を表明しております。燃料価格の高騰といったものも、まあ、こうした経営環境の悪化の主な要因、この一つであったのではないかなというふうに認識をしています。竹詰君。ちょっと一つ飛ばしましてですね、今、大事なご指摘だったので、電力会社の賃金は労使で決める、労使自治でよろしいでしょうか。斉藤経済産業大臣。すみません、ちょっと数が電力会社の賃金というのは、ご指摘のとおりですね、その具体的な賃上げ率の水準を含め、各事業者の支払い能力を踏まえながら、まあ、個別に労使が交渉し、合意した上で決定されるものだというふうに認識をしています。竹詰君。はい、ではですね、この去年のですね、規制料金の審査の時にですね、人件費を査定してるんですよね。この人件費を査定するその根拠は何ですか。新川事務局長。お答え申し上げます。電気の規制料金は競争状態が不十分なままに規制なき独占に陥ることを防ぐために存続をされているものでございます。そのため旧一般電気事業者が対象となっているものでございます。また規制料金は電気事業法において適正な原価に適正な利潤を加えたものとして算定する、いわゆる総括原価方式で算定することとなっております。規制料金の審査において人件費を審査項目としているのは人件費が規制料金の原価に含まれるためでございます。なお昨年行われました規制料金の値上げ改定におきましては人件費の審査を行っておりますが、その際は他業種の最新の賃金水準のデータと比較して審査を行っており、他業種の賃金水準の変化を考慮した審査結果となっております。竹詰君、はい、時間になりました。全く納得できないのはですね、労使で決めていいって大臣がおっしゃっていて、自由化をするのに自由化してないのが経産省 で、賃金の査定をするって全く納得できないということを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。以上で竹詰仁君の質疑は終了いたしました。